国際三人将棋は日本で発表された万上遊戯であり将棋類の一つである。将棋月報し1933年新年号に谷ヶ崎地助によって発表されウェブ上に再掲したカピタンリバイバルでは本格的な三人将棋としては唯一のものとしている。発表年には一説もあり。 上記の将棋月報に従うなら1933年であるが世界の将棋では1931年としておりまたカピタンリバイバルにも実践例として掲載した対局は1932年のものである3人で行うゲームで一辺が7マスの正六角形のマス目を持つ番と8種54個のコマを用いる番の最外編のうち 一つ置きの三つの辺の外周が一直線になっており、三人のプレイヤーはこの部分を自陣として随一のように駒を配置する。駒は以下の八種類があり、駒ごとに動き方が異なる。日本将棋の玉将に相当するのは世論であるが、世論を詰める以外に楽園に世論が入っても勝ちとなる。動きの図紙は図二を参照。 マス目の書かれたところに移動でき、矢印の方向には何、マスでも進める。マス目が六角形であるため、以下では、駒の動きを時計の表現で、字の方向と称する。例えば、三字の方向は、右隣の隣接するマス、八字の方向は、左下の頂点方向に一つ置いたマスとなる。なりは敵人か、楽園に入る時か、敵人、または、 楽園から出るときに行える。楽園を通過するだけではなりの条件を満たさない。せい不なりの選択は自由であるが、行きどころのない場所と同盟者の陣地内では必ず、ならなければならない。三人で行うため、先手、中手、後手を決めて、左回りに座り、この順に一手ずつ刺していく。途中で誰かの世論が詰められたらそのプレイヤーの負けで、敗者の駒を、 盤上から除き、その状態から詰めた者が先手となって二人でゲームを継続する。楽園に他のプレイヤーの駒の危機がない状態で世論が入れば、その時点でゲームが終了し、世論が入ったプレイヤーが勝者となる。任意の二人が同盟を組むことができる。同盟の方法には以下の二つがある。突発同盟に言う、攻撃は王手、詰めろのほか 駒損をさせる指し手や、一社が他社の駒利きを利用して、第三者に攻撃を行った時を言う。同盟を行った側は、以下の権利を失う。同盟が組まれた時、同盟に対する側は、以下の権利を得る。日本将棋と同じく、取った駒を持ち駒とすることができる。ただし最初に負けた者が、盤上から取り除いた駒は使えない。二戦占いは禁じ手ではないが、 うちとがり占い詰めは反則である。絶対放置、生きどころのない駒の移動を、うちも禁じ手となる。持ち将棋は国際将棋研究会発行の3人将棋に記載の数表から各駒の点数を算出し、その合計によって勝敗を定める。ありがとうございます。